と待ってください。今日朝早いんですよ。なのでちょっともう配信していきます。40分くらいまで配信しようかな。30分間配信して出かけるってかリハーサルなんで、お腹すいた。なんかおにぎりとか食べたい。何しようと思ったんだっけな。そうだよ、あんの昨日だけじゃないの。なんか寝癖ゼロなんだけど全然ついてない。今日は休みなのでおしゃべりカーに着た洋服を買ってきます。おー、いいですね。私はもう東京のおしゃべり会で買うお洋服はもう決めてます。買うじゃない、使う。天気によるからね。ただでも決めました。おはようと、おはよう。
福岡のおしゃべり会がさ、とってもいい天気だったからさ、東京もいい天気だといいなってめっちゃ思うんですけど。おはよう。突然始めちゃって9時だからみんな忙しい時間帯だったかも。ごめんね。でも私今日この時間しか配信できなそうで、なのでもうこの時間、今日はこの時間しかしまいたしません。おたともさんとご飯に行きました、だって。いいじゃん、楽しかった。そう、今日リハーサルなんですよ。リハーサルなんだけど、その前に1個入れて、予定入れてて、だからちょっと早めに配信です。めっちゃさっき起きた、8時50分くらいに起きた。あー起きなきゃーって言って、もうわーってなって起きて、もう急いで準備して、45分までにしてメイクも終わらせちゃいたいな。私本当に起きたら早いんですよ。起きたら準備するまでめっちゃ早いんだけど、起きるまでがもう世界一遅いです。そう、決まったらもうめっちゃ何事もテキパキ進んでいくんだけど、決まるまでとか、なんか思いつくまでとか、なんかそういうのまではめっちゃ時間かかっちゃうから、めんどくさいなってなっちゃう。だから多分マイペースって言われるんですね。寝起きやんだって。寝起きで、私の朝のショールーム全部いつも寝起きいつも寝起き。もう顔洗って歯磨いたらショールームできます、私。昔そんなことできなかったけど、もう1400日もしたら、もうそんな日がないとやってきません。
今日は昨日と比べて少し涼しく感じます。え、そうなんだ。私昨日は病院にしか行ってないからそんな入れてないんだけど、何着ようかな。なんかリハーサルで鏡見るからテンションが上がる服着ないとなと。あ、最近ね T シャツを買ったの。それがね東京に行ってる間に届いててね、じゃじゃーん、着てみたかったブランドの T シャツを買ってみました。だけどちょっと思ったよりもなんか生地が薄くて、そう生地が薄くてあれれって感じなんですけど、まあそれがネットの難しいところ。でも可愛い、私デニムを今年買ったからそれに合わせて着たいなと思ってポチッとしたんですけど、このなんかブランド読み方わかんないんだけどめっちゃ最近流行ってて、そう韓国のブランドなんですけど買ってみたいなと思ったからそう買ってみました。だからこの T シャツが着れるくらい早く暖かくなってほしいなと思うんですけど、喉が痛い。じゃあ起きてだっておはよう。あーもうリハの曲歌っちゃいそうになる。のーちゃんは花粉症だって。私は花粉症じゃない。でも花粉症の人は周りにいっぱいいるから大変さはわかります。ファンのみんなにも花粉症多いしね。でも肌花粉みたいなのは持ってるのかもしれない。肌花粉で肌が荒れたりはするからそれは持ってるのかもしれないけど、なんか最近さ後ろするの難しい。ありがとう。
ねえねえ、後ろをうねってるか見てくんない？お母さん、ね、後ろをうねってますか？なんかね、最近ね、寝癖がね、ここら辺うねってる。なんかお母さんにさ、ストレートのやり方が下手くそなのかさ、後ろが寝癖でいっぱいって言われたんだけど、それからめっちゃ気にするようになっちゃってさ。寝てますか？若干ここ本当に誰にする、みんなにする質問じゃないんだけど、みんなしかいないから、ここら辺は頭皮のところら辺わかんないんだよね、なんか。まあいっか、はい、ほんならちょっとメイクをします。大丈夫そう、ありがとう。最近は日焼け止め下地だけでも塗ったら違うなって思って、日焼け止め下地だけでも塗るようにしてます。息がいいじゃん。私6期生の息が結構好きなんだよね。どこのだって、アヌアのやつです。この化粧水と乳液がすごい好きで使ってるんですけど、夕暮れの散歩地で行き合いの何も住んでいる本棚を想像してた、おしゃれが枯れて結婚できるならどこでも
くまちゃんを消します。くまちゃんいりません。お疲れ。くまちゃん消えました。瀬戸崎の公園の桜満開で綺麗です。だよね、今が一番綺麗だよね絶対。ありがとう、私のアラーム。ああ桜が降る夜はあなたに会いたいと思います。どうして時が出ても、わからない。これあんまさリハとかに行くないかもしれない。
おはよう。おはよう。ゆいちゃんの台はお高いやつですからって、紙にはいいやつです。はい、紙にはいいけど、なんか毎日使うもんだなと思ったものとかは割り切って買っちゃったりはする。うん、毎日使うもの毎日使うものと思ったら全部毎日使うものだから、 その中でもって感じだけど、なんか紙はやっぱその自分の中で長いのもあって、ね、なんていうの、なんていうんだろう、ケアが本当に必要なのね。そうだから、じゃあって思って買うようにし買って買ったんだけど、だから前は風力が強いやつを使ってて、そう風力が強いのを使ってたんだけど、それだとそのブリーチしてからなんか髪がパキパキになっちゃって、そうそうなっちゃったから、今日めっちゃ眉毛上手に描けてる。そうなっちゃったから、そのドライヤーはもう家族にあげました、プレゼント。
サプライズ連に行きました。ありがとう。40分、45分で終わりにする。もうでも私もう終わる、もうできるよ。だいたい私のショールは5分は伸びるから、皆さんお分かりの通り。え、そうなの？夜に雨が降るだって、それは困っちゃう。やだ。雨？桜絶対散っちゃうよそんな。桜散っちゃうよ。体調大丈夫ですからって、ああ大丈夫になりました。よいしょ。え、コンサート
ートの、あ、ねえねえ、みんな見ました？コンサートの日で思い出したけど、グッズ今回そのなんか若手がフューチャーされるってことで、なんかこう同期のグッズを作れるみたいになって、ですごい大きさでいっぱい話して、そうで、なんか T シャツ今まで作ったことあるからそうじゃないのがいいよねとか話した結果、なんとうちわ、全員集合うちわっていうのを、これは多分 HKT としても初じゃないかな。そう、2人が写って、みんなが写ってるうちわを今回は作ったんですね。そうだから、あの本当全員なんか国政でこれからなんかイベントとかたくさん出れるといいなとかいう願いも込めつつ、作ったんですけど、なので、あの撮影もね、本当にわざわざうちわ用の撮影をしたんですけど、皆さんぜひゲットしてください。なんと裏表、いつも裏表一緒なんですけど裏表違うんですね。なんかそういう珍しい、なんかそういうグッズにしたので、あの可愛いなと思うので、ぜひゲットしてくださいませ。よろしくお願いします。現地でも売るんだよね多分ね。現地でも売るし、そうネットも販売もあるし、あとあの周年の時に着た衣装でご帰省はあのしたんですけど、皆さんゲットしてください。可愛いです、みんながギュッとなってて可愛いので。なんか劇場とかでその意外とその5期生が好きですって人は、いまだにな5期生のそのグッズとかを使ってくれてる方結構多くて、そうそうそう、そうだからそういう方とか、まあ、シンプルになんか値段も1200円なので、そう買いやすい、みんながそのなんか悩んでるからとかも買いやすい感じで、なんかいいねってなってうちわにしたんですけど、他にはいろいろ案もあったんですけど、何があったか案忘れちゃったんですけど忘れちゃったんだけど、なんかいろいろあって、まあみんないいんじゃないみたいな感じになったのです。なんかオフショットとかも楽しそうなやつが多かったから、みんなで、また栗山さんが多分ツイッターで載せてくれると思うんですけど、オフショットもね、やっぱり7人が可愛く写るオフショってすごくすごく難しいんですけど、あるので、おはよう、おはよう、なんか顔変わったね
なんか顔変わったよりの、もうメイク薄いからか。オッケー、オッケー。なんか前髪？なんか顔違くない？このリップ間違えたかもしれない、訂正最近髪がもう明るくなっちゃったからさ、これだこれ、これ前髪が伸びたんかな、楽器のリップ塗りました。なんかパッツンなっちゃった。なんかおしゃべり会の2日目の日がめっちゃいい感じで、メイクが、そうそう、メイクがいい感じだったんだけど、なんかダメになっちゃった。まあ、病み上がりのちゃんってことでうまくいった、病み上がりのちゃんっていうことです。病み上がりのちゃん、ねえ、やばい、間に合わない、あ怖い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 、病み上がりのちゃんです心がいいからあれなんですけど、まあでも、もうこんなことを言ってる時間も暇もあって、着替えないといけないしね、まだパジャマで落ちてることには、今日はパジャマで家出ることにはいかないので、55に絶対終わりにします。55に絶対終わりにする。
前髪を前髪固めます。はい、で急いでだって急いでる、ね、私今急いでるの分かるでしょ。私が急いでます。パジャマにキャップ、パジャマにキャップにしたいんだけど、私が急いでます。私が急ぐだけでりのちゃんって急げるんですねって言われる。どんな、分かった。ちょっと待って、もう本当に終わる。もうできるよ。ほら、もうできた、できた、できた。できた。はい、ランキング読みます。13位がじゃじゃじゃん。ジャンさん、12位がシムッチ、11位がブルーリング、10位がハリーさん、9位がカズさん、8位がカッツン、7位がノーリさん、6位がアイデーパパ、5位がリトゥー、4位がオカモ、3位が馬さん、2位がボンタロ久しぶり、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました。完成完成しました。では皆さん、私はちょっともうさよならいきたいと思います。みんな今日夜配信もできないので、また明日は夜に配信したいと思います。明日リハーサルが終わってから配信しようと思うので、夜でお願いします。みんなも月曜日頑張ってください。バイバーイ、ありがとうございました。またねー。